のの皆さんととい大使というのをですね企画しまして青木美佐子さんとか木村優ちゃんとですね海外いろんなところに行ったんですね僕はそのプロデューサーという立場でしたクールジャパンっていうあるジャンルで僕がすごく大事なことはやっぱり日本にどれだけ観光客を呼べるかっていうことだと僕は思ってるんですよ最後はでまあようやく1000万台というですね訪日外国人者数のまあ長年の えー、夢というか目標をついに超えてっていうかもう軽々と超えてったわけじゃないですか。でやっぱり日本って、まあ、たまたまこのアジアの、えー、端っこの東の端の島国にあるっていうですね地理的な、えー、条件を除けば僕はこう世界有数の観光大国になれる可能性があると思ってるんですよね。ででも逆にそういう端っこの島国だったからこそ日本はユニークな国に 慣れたと思ってるんですよでこんな日本ぐらい面白い国はないと思っててもうスーパーマーケット1個からして面白くてならないわけですよ。で年の大半をこう海外で送るようになってくるとですねやっぱ海外のスーパー行くんですけどもう 1m ーーぐらい同じものが並んでるみたいなスーパーがほとんどなのに日本のスーパーなんてもう1 0センチぐらいの間に違うものが山のようにあるわけじゃないですか。もうあれはたまらないいですすねで最近ドラッグストアアアがもののののごいこう海外のアジアの観光客の もう目的にななってるじゃないですかでたくさん薬とかいろいろ買って帰ってるじゃないですかあの気持ちはめちゃめちゃよくわかるしもう100円ショップもそうですしもうスーパーマーケットから100円ショップ一つだって日本って観光大国ですよねあとカラオケもそうで海外にもカラオケってもちろんたくさんあるんですけどやっぱりこんな日本のように本人映像が出てきたりですね何から何までボーカロイド含めて歌える国はそうそうないわけでそれ歌いたいたですよねだから僕らにとって当たり前のものはちっとも海外では当たり前じゃないんですよ で日本って多分ルーブル美術館とかピラミッドとか、えー、なんだろうサグラダ・ファミリアとかあとなんだバチカンとかですねもう一生に一回は行ってみたいっていう世界中の人が知っているっていうもう超有名な観光物件って実はあんまないじゃないですか、まあ、富士山ぐらいな感じだと思うんですよねでもものすごい細かいところで言うと多分 もう山手線の一駅一駅が世界的観光物件なわけですよ。ね、で僕は日本民宿化計画っていうのを最近こう声高に叫んでるんですけど日本はもう民宿にならべきなんですよ。一人一人が全部民宿のオーナーで昔あのー、九州のですね黒川温泉が温泉は全部一つ温泉自体は宿ででこう通りが廊下でみたいなのが話をやった。 って有名な話があると思うんですけど僕は日本の全てのものがも山手線一駅一駅一つの都市一つの都市が全部日本っていう民宿でその一個一個の民宿にいろんな目的の人が多分来るべきだと思うんですよね。そうするとやっぱりその民宿なんでやっぱりおもてなしもう気持ちも大事なんですけどやっぱり最低限の動線だったり分かりやすさだったりプレゼンテーションだったりそういうところは世界に分かりやすくしていくべきだと思うんですよ。でもこれはだからといって 海外のものに合わせるっていうことじゃなくて、やっぱり日本は日本的なものを貫かなくちゃいけないと思うんですよね。例えばじゃあアニメが海外に受けるからといって、じゃあ海外向けにアニメで作ったら海外の人喜ぶかって言ったら、喜ばないわけですよ。じゃあ日本のアイドルが英語で歌えばいいかって言ったらそういうものでもないわけですよ。それ僕わかるのは、海外のロックアーティストがよく日本で人気があると、よくサービスで日本語でその曲を歌ってくれたりするとですね、いいからそんなサービスと言って。 もううやめてってっ思うわけですよそれをむしろライブで日本語で歌ってくれるより英語あのまま歌ってほしいとでも例えば入ってきた瞬間にポール・マッカートニーが「おースす!」って言ったら嬉しかったんですよ。あとミク・ジャガーが「ありがとう!」って言ってくれたら嬉しいわけですよ。やっぱそういう,こうコミュニケーションプレゼンテーションは言語は多少大事になってくるんですけど本質的なものは日本を貫かなくちゃいけないと思うんですよね。 だから日本民宿化計画としてもう民宿を日本中に1億人それぞれが1億個の民宿を作るつもりでいたら日本は面白いと思います海外の方々のキャッチ度はすごいので、えー、もう日本人が「えなんでこんなところが分かるの?」最近僕下町住んでるんですけど盆踊りに結構来るんですよなぜこの盆踊りをキャッチしたとで確かに盆踊りを海外の人み見たら 楽しいですよだって懲戒レベルのもう何百人とかいうレベルでみんなが踊っていて屋台が出ていて提灯があって綺麗じゃないですか。うわこれは確かに海外の人から見たらものすごいエキゾチズムだなぁと思うし例えば原宿の太田記念浮世絵美術館とか行くともう海外のお客さんのが多いんですよ。ねえ。 もう今とと変わらないものがあっててか含めて日本人的には全部理解できるものなんですけど海外にないものじゃないですか。で日本人が見ればいや江戸時代から日本人ってこんなことしてたんだとか今と変わらないじゃんと思うのと同じぐらい海外の人は日本を知るチャンスですよね。ただから日本はもっと民宿であるってことを自覚してこう細かーいところにニッチにニッチに自分たちのアイデンティティを見つけていくべきだと思います。私ははでですね職業はプロデューサーサ え、作家で大学教授です。まあ、いろんなことをしてるんですけども、え、2007年からライフワーク的にですね、文化外交活動というのに取り組んでます。でも外交って言ってもですね、あんまり堅苦しく考えないでください。えー、もちろん外交っていうのは政治家や外交官の皆さんするものって皆さんも考えてらっしゃいますけど、僕たちのようなですね、民間人でもたくさんできることがあるんですね。え、そんな外交活動を私自身も民間人として取り組んでいるつもりでいます。 詳しい話を知りたいっていう方はですね、よろしければ、私が書いたですね、本などを読んでいただけると、えー、嬉しいです、えー。かわいいについてはですね、えー、PHP 新書から出てます、世界かわいい革命っていう本があるんですけども、この本がいいかなと思います。それから文化外交に関してはですね、このちくま新書から出てますアニメ文化外交、えー、とかですね、 えー、PHP 新書から出てます。日本が好きすぎる中国人女子。こんな、えー、本に詳しいので、えー、もしよろしかったら、えー、ぜひご覧ください。他にもいろいろ本が出てますので、えー、読んでいただけたらと思います。また感想なんかは、えー、Twitter とか Facebook とかいろいろありますので、そういったメディアでお知らせいただけると、えー、嬉しいです。よろしくお願いいたします。では皆さん、さよなら。